羽田空港第一ビルのお蕎麦屋さんで天ぷらうどんを食べました。私蕎麦よりもうどんの方が好きなんで頼んだんですけど、セットが大きくてちょっとお腹いっぱいになりすぎましたかね。天皇陛下ご即位おめでとうございますと書いてあるのは、ちょうど数日前に即位で正殿の儀をやったからです。今日は10月の確か27日とかだったな。羽田空港の、JAL の出発する第一ターミナルに来ていますが、ここはね、桜ラウンジ、ダイヤモンドみたいな人、まあ私上級会員サファイアなんですけども、そういう人はね、国内線でも出発の前にこんな風にシャワーを使うことができます。これ裸でこのシャワーの映像とかでね、自分のなんかあれ裸が映ってんじゃないかなと心配だったんですが、まあ大丈夫そうですね。金属の面とか見るに、これからの目的地は台湾です。しかしここは国内線のターミナルで、まず沖縄に行ってそこから台湾に乗り継ぐという予定。日本航空の臨時便ですかね、これ921便と書いてあります。沖縄行きはエコノミークラスで買いましたが、7000円ぐらいだったかな。すごい、もう3ヶ月くらい前に切符買ったんですよ。だからそんなに空いてるもんか、安いのかともびっくりしたんですけどね。飛行機の中もガラガラでしたし、だから多分臨時便だからなんでしょうね。多分あの辺新宿とかかなと思うんですが、一瞬で見えなくなってしまいました。違ったかもしれないな。ともかく東京周辺の景色がずらっと見えてなかなか良かったですね。沖縄行きの飛行機って東京出るとき景色がよく見えるんですよね。今度就航するというウラジオストック行きの飛行機の便の案内が出ていました。ああ綺麗、そうウラジオストックってこういうところなんですよ。ただ残念ながら JAL の便で日帰りをすることは難しそうですね。それがちょっと残念。日帰りウラジオストックってやってみたいなと思うんですが、さてこれ今沖縄に向かっている途中の景色ですけど、向こうの方にね、こうこれ多分別の飛行機がちょうど日本を横切ったんでしょうね。多分国際線かなんかなんじゃないかなと思いますが、飛行機雲が黙々とこう帯になってたなびいているのが見えました。今回の目的なんですけども、台湾に行ってですね、台湾から帰ってくる飛行機のバニラエアというのに乗るのが目的でして、まあ、その途中まではせっかくなんで友達と一緒に行ってちょっと変な行き方しようよということになったんですね。だから沖縄と台湾の旅ということになっています。これ飛行機の中で JAL はね、 Wi-Fi があってこのようにちゃんと手早くつながります。でそれから55インフライトっていうのを選んだ後、宮崎のアーティストとかなんか書いてますけどね、HTTP とかなんか適当にこう入れてですね、で、P コロンと入れると S じゃないですね、これ入れるとね、日本航空の Wi-Fi に簡単につなげるようになります。国内線であれば無料、国際線は確か結構お金がかかりましたよ。1回のフライトでね、2000円ぐらいしたんじゃないかな。機内インターネットサービスをお楽しみください。向こうの方にこうだんだん夕景になってきました。これからね、沖縄に近づくにつれてどんどん景色が良くなりましたね。夜の沖縄の景色まで全部この日の飛行機の景色は良かったです。こんな感じですね。夕日の時間になるとね、地上ではあんまりもう太陽とか見えない、夕焼けが見えないってなっても、上空だと遮るものがありませんから、長い時間ずっと楽しむことができます。何かすれ違ってる、あれは大韓航空かな、なんか、対極機のね、ぐるぐるのマークがなんか見えましたけど、どうかなと思うと、これはね、幸いなことに Wi-Fi 使い放題ですから、これフライトレーダーっていうのを友達が見せてくれてね、これで見るといいよ、なるほど、これで反対側のすれ違った飛行機が何なのか見ることができます。沖縄発東京羽田行きのこれはスカイマークだったですね。向こうには宵の明星、多分これが金星だと思うんですよ。金星ってね、地球上から見える天体の中で一番明るい星らしいんですが、月を除いて、月太陽を除くと一番明るいらしいんですけども、確かそうですよね。こんだけ明るいのは多分そうなんだろうな。この夕方の時間にだけ見られる星です。理科の授業で教わりましたね。こういう飛行機からだと天体観測もはかどるんですけど、夜真っ暗になると逆に飛行機自体の明かりがあってあんまりよく見えません。まあ沖縄県名護市の上空、こうやって北側から降りていくんですね。前方にジェットスターの飛行機がいますけど、残念ながら追い抜くことはできませんでした。金星を見ながら下には、これすごいですね、沖縄の多分ね、宜野湾市とかその辺の夜景だと思うんですが、こんなに沖縄の景色よく見るんですね。いつも沖縄行くときで天気が悪いからね、だからあんまりこう近寄って行っても天気が悪くてなんていうの、景色もよく見えず、もくもくただ雲がやってんなぐらいにしかない。まあどうしてもこう多分熱帯だからそういう風になるんだと思うんですが、亜熱帯っていうのかな。今日はこれ良かったな。こう下の方から上がってくる霧みたいなやつがね、光に照らされて奥の夕景と宵の明星、こんな風流な景色も沖縄県にあるんだ。沖縄県の中どっちかというと風流っていうよりもね、南国、これぞ This is 南国みたいな感じですから。到着しました。これ幻の果実アテモヤ、森のアイスクリームってあってね、あ、アテモヤってなんか面白い名前のアイスクリームね、果物のアイスクリームがあんな買ってみようと思ったんですが、森のアイスクリームという果物でアテモヤアイスクリーム売ってるわけじゃなかったみたいですね。ちょっとハードルが高いんでね、これから沖縄のホテル泊まりますんで、そこでナイフとか持ってないから開けられないしね、アテモヤを買うのはやめました。今度行った時に買ってみようと思います。これ空港食堂、那覇でなんか修行とかする人がいっぱい食べるらしいんですけども、ゴーヤチャンプルですね、これめちゃくちゃ美味しいですよ。480円だったかな。
それからね、沖縄で美味しいものといえばもうこれ沖縄県の宝ですよ。なんて言ったっけな、忘れちゃった。この感じの、グアバジュース、パインジュース、シークワーサージュース、これめちゃくちゃ美味しい。これコインをこう、入れるじゃないですか、自動販売機の買い方なんて分かってると思うんですけど、飲むとね、こうトロッとしてね、味もしっかりついてね、果汁 10% ぐらいしか入ってないんですけど、ほんとめちゃくちゃ美味しいです。そう UCC ってやつ、沖縄の自動販売機の質は本当に高いんで、沖縄は名物だと思って、ぜひ皆さんも行かれましたらお楽しみください。パインジュース、グアバジュース両方買ってしまいました。ホテルの冷蔵庫で冷やしておきましょうね。美味しい、どんどん飲んじゃいます。だから、沖縄に行くとね、トイレが近くなるんですよ。ジュースが美味しいからね、ずっと飲みすぎちゃって、しかも暑いから飲んでてなんかね、こう嬉しいじゃないですか。それでお腹の中がこうガボガボになって、しょっちゅうトイレに行ってばっかりです。ここからはタクシーで移動、那覇市の中心部にあるホテルに行くんですが、2人で行きますとね、タクシー那覇の中心部まで1200円ぐらいで行けちゃうんですよ。で、ユイレールってモノレールがまたちょっと高くてですね、那覇の中心部まで2人で500円ぐらいかかるんですね。600円ぐらいかかるかな。だったらタクシーで1人600円ずつぐらい出して、那覇市中心部までブーって行っちゃった方が、楽だしね、荷物がある時なんか。結構いいんですよね。ユイレールって本数も少ないからね、那覇空港がそれだけ便利な立地だということです。そして着きましたホテルなんですけども、ザーこの通り。これびっくりですね。ツインルームで撮ってたんですけども、なんかね、いきなり諸事情によりとか言われて、トリプルルームになりました。トリプルルーム、実は前にもね、札幌に行った時に1回だけトリプルルームにランクアップで泊まったことがあるんですが、不思議なホテル、これは確かスマイルホテル沖縄那覇みたいな、なんかそんな感じの名前でしたけども、ちょっとね、県庁前の駅からは遠かったんですよね。県庁の前から歩いて、10分ぐらいのところかな。だから、じゃあ、タクシー行こうかってことになったんですが、この部屋見るとね、なんかこう左右対称なことに気づくんですね。シントメリーっていうの、シンメトリーか。こちら側にね、扉がまたこっちにもあってですね、開けるとトイレがあるわけですね。これね、トイレと風呂、あるじゃないですか普通に。でこっちからこうぐるっと回って反対側に行きまして、でこっちにもあるんですよ、トイレと風呂。これだから多分2つのなんかシングルルームかなんかこう壁をぶち抜いて、それで真ん中に作ったんでしょうね。ベッドをもう1個置いて、でそれで3つ並べて、だからこの赤い部分が多分もともとの壁なんですよ。だからホテルの壁の厚さって大体これぐらいってことなんですかね。わかりませんけど、不思議な空間だ、ね、これ面白いですね。だからね、2人で同時に風呂入ったりね、トイレ行ったりね、両方できたんで結構楽でしたよこれ。そして翌朝です。10月のこの日がね、28日だったと思います。那覇港に入ってくる琉球エクスプレスと書いてある船、あれはこの辺りを担う貨物船です。結構重要な運送の役割を果たしているようです。で、沖縄には来たんですが、この日はですね、全然那覇自体には、実際には用事はなかったんですね。私とそれから友達とね、いろんな航空会社に乗ったりして遊ぼうということで、それで那覇へ来ていたんですが、こんな感じ。またですね、空港の方まで、地下トンネル、海底トンネルかな、そんなものでこうぐーっとすぐです。本当に近い、便利。そして友達は先に、これに乗っていくことになったそうですが、エバー航空だ、台北行き10時15分発で、私はその下に出ておりますチャイナエアライン中華航空、11時50分発 CI121 便台北行き、次の乗り継ぎは台北です。ね、これ海外旅行ですから両替が必要だろうということで両替所に行ったんですが、1000ドル単位で両替しますということだったんで、1000ニュータイワンドルが4140円でした。だからそれ払って1000ニュータイワンドル紙幣を獲得。台湾では元と呼んでるようで、1000元と書いてあります。こんな感じで子供たち、多分台湾の未来を託されている子供たちが地球儀を見ている絵ですね。なんか将来に期待ができるいい紙幣です。で、裏面ですけども、新高山、これは日本で一番高い山でもありました。それとですね、木地、今では玉山と呼ばれている山です。中華民国93年製版と書いてあるのは、辛亥革命から93年目を指すんでしょう。ところがですね、このレートがなかなか悪かったようでして、1ニュータイワンドル今 3.56 円なんですが、両替所のレートでは1ニュータイワンドルが 4.14 円。ちょっとこれはどうなんだと思って、それでですね、これネットで調べてみたら、ズバリ一番レートのいいのは台湾の銀行、日本で両替すると高くつきます。ただ台湾の市中銀行で両替するんでちょっとめんどくさいですけどね、そんなことは書いてありました。
マジか、これは そんなことしちゃったなと思ってですね、払い戻しました。4140円を1000ニュータイワンドルにして、1000ニュータイワンドルを3030円に両替ということになりました。つまり何もしてないんですけど、2回両替しただけで1110円減ってしまったわけです。まあもったいなかったですが、このようにレートの悪いところだとこのようにお金が減っていくのだということを大変いい教訓になりました。いや、こんなに減るんですね。そしてね、その後に、ね、視聴者の方からね、いきなり会ってですね、なんと1万円もらってしまったんですよ。あまりにも勢いよく渡されて、つい受け取ってしまったのでした。ありがとうございます。で、これなんですけども、友達はですね、先にエバー航空に乗っていきましたんで、これで左側に出発。一方で私はこの奥に止まっているジャンボジェットに乗って台湾へ向かいます。だからこう、友達だけ別の飛行機、航空会社に乗っていきたいってことだったんで、ここで一旦別れたんですが、まあ、せっかくなんでね、私も時間があるので飛んでいくところをお見送り。いいですね。人が乗っている飛行機をこういう風にちゃんとまじまじと見ていくってなかなかない機会ですからね。あそこの一番前のビジネスクラスのところに座ってるんだなぁと思いながら、ハローキティの特別飛行機を見送りました。で、友達もね、カメラ2つあったんで貸して持ってってもらいましたんで、向こうでも機内の様子を映してもらっています。それがその離陸の時の写真なんですけども、この左側のジャンボジェットが今止まってるところあるじゃないですか、大きい飛行機。そのすぐ右上ら辺のところに私もね、実は映ってるんですね。なかなか面白いと思うんですけど、どうでしょうか。これビジネスクラスの機内食らしいんですが、なんか聞いた話によるとね、まずかったらしいですね。非常にまずかったと。まあ、かわいそうと思うんです。せっかくビジネスクラス乗ったのにね、台湾までね、3万円ぐらいしたそうですよ。まあビジネスクラスの中ではすごい安い、格安の部類に入ると思いますけど。これはね、ココアなんですが、これわかります？汚れてましたけど、ものすごく揺れてね、ココアがなんか吹っ飛んで、中身が出ちゃったんだそうですね。かわいそうなことです。私の方はジャンボジェットで、大きいとなんか揺れにくいのか知りませんけど、全然揺れませんでしたね。あっちはちっちゃいボーイング737、こっちはね、超大型の747、全然大きさが違います。で、私もまたこれに乗っていくわけですが、私はエコノミークラスなんですけど、なんかもう飛行機が随分古くなってるからだと思うんですが、エコノミークラスで予約したんだけど、ビジネスクラスの席に座らせてもらえるんですよ。これね、そういうもんなんですけど、こう、いいな、随分こう広くて快適だな、全然揺れないし、と思いながら、快適な1時間半ほどのフライトになったのでした。沖縄県と、それから台湾ってのはもうすごくね、近いんですよね。前、あそこへ行きました、与那国島。与那国島から、台湾までは、最短で100キロほどです。まあ、那覇から台北までだと飛行機で1時間半ぐらいで、まあまあ距離はありますけど、これ機内食ですね。エコノミークラスのね、チャイナエアラインの機内食、これ美味しかったんですよ。これまずそうな見た目したけど、美味しい。もうなんか癖になってずっと食べられましたね。まあエコノミークラスの短い区間なんで、これぐらいしかお客さんに出す余裕はないだろうと思うんですが、それでもね、知識は少ないけれども、非常に良い、食事の思い出になりました。で、向こうに見えてるなんかこう、島が見えてですね、明らかに高いものが雲の上に突き出してるわけですが、まあ沖縄県に多分頭を雲の上に出すレベルの高い山はないと思いますんで、まあこれが太平洋戦争の開戦の時、暗号の、ものにもなった新高山、新高山登れって言ってね、真珠湾攻撃をやったっていうのは有名ですけども、攻撃の成功がトラトラトラでしたっけ。そんなことを思ってね、台湾におりました。まあ、台湾ってのは日本と昔から仲がいいそうで、旧日本統治の国の中ではね、大変親しみの持てる国だとか、そんな風に言われています。警告、肉製品を持ってくると最高で厳重罰の、重罰の、100万元、これとんでもない額ですよ。多分ね、相当400万円ぐらいの罰金です、書いてあるんですが、ミニチュアダックスフンドね、これかわいい、なんだこのミニチュア、もっとシェパードとかにすりゃいいのにね、かわいいね、あんまり怖みがありません。で、つきますと、これが中華民国の旗ですね。辛亥革命で孫文が政権を樹立してからずっと使っている旗だと思うんですが、ピチッと並んでいました。やっぱりどうしてもね、中華人民共和国との間で立場が、まあ、多少問題がどうしても生じてしまってますんでね、ああいうことをやって頑張ってアピールしてるのかなと思いましたが、まあ、ともかく普通にね、空港の中は新しくなっていました。両替とひらがなで書いてあって、これは結局ここでもう一度、確かね、1000人民元、これいくらでどう両替したのか忘れましたけど、日本よりもね、300円分ぐらいレートは良かったですね。まあだからとりあえず空港に着いてから両替しようと、今後はそういう風に思いました。日本でやるとどうしてもあれみたいですね。日本から来る飛行機見ると大阪、関西とかね、鹿児島とか、それから高松とか、そんなのもありましたよ。日本の地名がずらっと並んでて、いや、なるほど、これは日本のいろんなところから来るぐらいだから関係が深いのだということもわかります。他のアジアの国も、ね、ありましたけど、そんなに日本ほどにはいろんなところから来てなかったですね。もう日本がつながりのナンバーワンのようです。美食広場、フードコート、なんかこう見てよくわかる感じだな。こう反対地ですよ、台湾は。あ、ペリカン便があるぞと思って、まあ、見てたんですが、これペリカン便だけじゃなくて、これ見るとね、これ JR 東日本のスイカロッカーじゃないかってなんですが、これどう見てもそうなんですよ。
こうピッと押すとやるって、あの自動音声の音なんかもね一緒でしたよ。ランプについているドアから取り出してください。なんか水ガンタッチするような場所まであるじゃないですか。使ってみたかったですが使う用事もないので泣く泣くそのまま去りました。これ今のねバスの切符です。あのこれからバスなんですが、優先席プライオリティシート、まあ、これも日本の優先席の表示これ一緒ではないか。随分台湾ではね、あの日本との本当に関係が深いのだそうで、日本でやっていることがそのまま台湾に入ってきているという例が大変多いようです。ただバスは全然日本とは違いましたね。台湾のバス異常に豪華デラックスな内装なんですよ、まあ、実際にデラックスなのかどうか分かりませんが、少なくとも装飾は豪華ですね。これあのバスの行き先ですが、板橋と書いてあります。私ね東京都板橋区生まれ、なんか板橋って書いてあるとおーと思うんですが、あれは中国語台湾語でバンチャオと読みます。確かあのそういう発音だったと思うんですが、台北桃園機場、行き先がいろいろ出てるんですけども、君越飯店、遼東飯店、福華飯店、首都飯店。なんだこのバスは飯屋ばっかり行くのか、会社不超速、そんなに超速くは走りませんって言いたいのかな。やっぱあの中国語って結構見てても面白いですよね。特に台湾はあの中華人民共和国とは違いまして、文化大革命の影響を受けてませんからね。だからあの言葉も割とそのまま読みやすく、日本の漢字と似たようなものを使っています。時計今映しましたけど、全然なんか時計が合ってないんですよね。この大雄バスっていうのかな、台湾のバスの中で多分これが一番主要なんだと思いますが、このバス会社の時計はね全然合ってないんで有名だそうです。それから今国道マークみたいに出てましたけど、それもまた日本と同じでしたね。なんなら高速道路的なやつを緑色の呪文で表すのもまたこれも同じでした。国家長身、公社低等族、婚姻不幸福って何だろうなと思ってですね、あの漢字で調べました。婚姻不幸福、意味これなんかいろいろ台湾人がね、あの多分日頃の問題を婚姻不幸福というこれのことによって抱えてるんでしょうね。台湾人の悩みが検索結果に現れています。離婚って書いてあったんですけど、まあ、これいろいろ調べるとね、どうも不倫のようですね。あ、なるほど、不倫調査、あれは更新上探偵事務所調査会社だったんだな、よくわかりました。エバー航空、これ漢字だと長栄航空って書くんですね。長く、まあ、なんていうんですか、一方あのいわゆるあのいやさかみたいな、まあ、多分そういう航空会社なんだろうなと名前からしてなんとなくわかりました。車は日本の車が多かったですね。ヒュンダイは全然走ってなかったな、韓国の自動車の車、まあちょっとはありましたけど、国道31号線なのかな。それから上、日本の東海道新幹線みたいな架線が張ってありましたけど、日本式に建設をされた台湾高速鉄道、台湾新幹線という名前で日本では呼ばれてるんじゃないかと思います。列車が走ってくるのを見ることはできませんでしたが、まあ、これ翌日に乗りましたんで、その動画もまた後日交通チャンネルにてお届けします。でも高速道路が本当にすごいですね。日本でもね、ここまで横にずらっと並ぶ高速道路ってのはありませんから、まあ、多分まだまだ開発がしやすかったっていうのもあるんでしょうし、それからやっぱ日本とは方策が違うみたいなとこもあるのかな、まあ、なんでこんなに高速道路がすごいのか分かりませんが、それでも渋滞が発生しているぐらいですから、まあともかく需要に応えて作ったのは間違いなさそうです。多分ね、多分そうだと思うんですけど、すごいですねこれ。渋滞もまあしばらく続きましたが、そんなに致命的ではありませんでした。向こうに見えているあれが台北101、高いですよね。昔世界一のビルだったということもあるようです。今では世界で3番目ぐらいになってるのかな。確かブルージュカリフォアとかの方が高くて、ビルとしては2番目だったかと思います。あれも日本が建てたみたいなものらしいですね。ブリヂストンとかね、あの本当に見たようなものがずらっと並んでますが、真下にはこんな感じ、まあこう昔の中国的な建物が建ってる、中国の雰囲気ありますよね。フフはハンティエン、これ降りるところのね、自動放送をあのちゃんと聞き分けてここで降りることになってるんですけど、降り逃さないようにと Google マップでよく確認をしておいたのです。ちなみにフフはハンティエンというのは、まあフフはっていうのは私分かりませんが、ハンティエンでねホテルなんだそうですね。あ、飯屋じゃないのかっていうの、それをねこの時に初めて知りました。ずっとなんかいろんな飲食店街ばっかり行く変なバスがあるんだなと、そういうことではなかったですね。なるほど、確かに空港からいろんなホテルを回ってくれるっていうのは便利です。実際自分の泊まるホテルをすぐ捕まえてくれました。それからね、ずいぶんバイクがちょこまかと多いんですよ。この辺はなんかアジアっぽいというかね、東京もまあバイクいますけど、こんなにたくさんはいないじゃないですか。交通ルールがずいぶん特殊みたいですね。なんかバイクのたまり場があって、あそこにバイクがうろうろしてる。ソゴーって書いてあります。これね、ソゴーのデパートもあるんだ。この間インドネシアに行った時もありましたけどね、結構ソゴーって海外出店も激しいようです。それからこれタイムズパーキング、あら本当に日本でやってるものばっかだなぁと、ね、あの日本感がありましたね。そんななんか海外旅行によくあるような不安感が、まあ友達と一緒にいたからってのもあったと思いますけど、それねなかったんですよ。随分気楽に、何も考えずに、あ、じゃあちょっと出かけるかみたいなノリで、海外旅行にできる、初心者向けの、本当に初心者向けのところだと思いますね。台湾はもうここがナンバーワンだと思いますよ。
これがあの大遊バス、大割バス、まあ、2階建てのバスというよりはあの2階の部分にだけ客室があるって感じでしたけど、向こうを見るとね、美京再造大使、これ友達が見つけて面白いねって言ってたんですが、あの林慶金院長って書いてありますけどね、美京再造大使ってなんだって、まあ、多分包茎手術かなんかやる手術の人なんだと思うんですけど、面白いですね、美京再造大使、復活大飯店と書いてあります。ホワードプラザホテルというのがまあ英語の名前で、ハワードだったかな、これね結構台湾の中でも人気のホテルだそうですよ。とりあえず日本人あのどこに泊まればいいか分かんなかったら、ちょっといいホテルなんで、もっと安いホテルいっぱいあるらしいんですけど、まあここに泊まっていけば間違いないそうです。ツインルーム見るとね、中にこんな感じのものありましてね、これあの仏教聖典なんですけど、和英大正仏教聖典って書いてあってね、あの日本語と英語のやつがあるんですが、中国語を書いてないっていうのはすごいですね。つまりそれだけ日本人が多く泊まることを見越しているのだということでしょう。中もこんな感じ、吹き抜けですよ。なんかね、台湾が新しいこういうものを建て始めた、そういう時からある歴史的な高級ホテルなんだそうです。日本語も接客通じてね、よかった。で、これはちょっとお腹減ったんで、お昼ご飯確か2000円ぐらいだったと思いますけど、それくらい払って、で、ここでご飯食べようということになりまして、ね、それでここでパクパクやってたんですが、なかなか美味しい。これ、ホテルの動画も確か別に撮ったのかな？もしかしたらまだ皆さんのご覧に入れるかもしれません。で、ご飯食べた後少しですね、経ってから、じゃあせっかく来たんだし、台北101を見に行くか、ということで、行く途中にそのバイクの例の不思議な溜まり場を見つけました。ちょっとしばらく観察することにしました。これを見るとね、自動車はバイクの溜まり場よりも手前で止まることになっていて、で、その止まっている自動車の合間を、まあ割とそれは無秩序にされていましたけれど、バイクが縫うように走って前へ行くのです。そして信号が青になると、まずバイクが先に出発。バイクの一団がみんな過ぎ去った後から自動車が出発するということになっています。なんかこのバイクあれでしたけどね、信号が青になる前から出始めてましたけど、なるほどね、こういう風に分ければバイクが自動車に引かれる可能性も減るだろうし、多分それでバイクと自動車の分離ということを意識してやってるんでしょう。で、これは信号の交差点ごとにこういう状況になるので、まあ、ところどころね、バイクと自動車がごっちゃになったりもするんですが、でもある程度ミルフィーユ的な自動車の群れの中にバイクが挟まれて固まって移動するような感じになってました。なるほどね、こんな感じでね、また次の信号行くところでも待ってますが、こうぐるーっと回ってきて、で、ここで待機して、で、またもう一回青になったら出発するわけです。バイクの一台が過ぎ去った後、少し経ってから自動車が出始めます。さて、これから乗りますのは MRT なんですけど、そうだ、その前にね、地下鉄の乗り場のところにこんな感じ、これわかります？チーズティーね。タピオカの次はこれが流行ると言われているチーズティー。台湾ではもうすでに流行っていました。女子高生みたいな人たちがね、たくさん集まって、まあ本当に高校生なんかわかんない。もしかしたらなんか綺麗な格好してる、ただの無職かもしれないんでね、わかんないですけど、人たちが集まってね、みんな行列して飲んでましたよ。私も飲みたかったんですが、なんかもうすごい行列がなんか長くて、もう買うのめんどくさかったらいいやと思ってね、日本でもどうせそのうち流行るんなら、日本に来てから飲めばいいでしょう。で、乗りますのは地下鉄です。これ非常に乗るのが簡単でしたね。電車とね、もう乗るのがもう同じなんですよ。日本の地下鉄と。このダーンというところも違う、台北101というところまで行くんですが、日本語もありますね。日本語に切り替えて、片道切符購入ってやるじゃないですか。で、20円区間を押すだけ。もう日本の地下鉄の乗り方と全く一緒。で、これ2人だったんで40元ですけれど、まあ、1人80円ぐらいですね。安い。これ100円紙幣が、100元とか100元紙幣が、だいたい400円から350円くらいですかね。お待ちください。ちゃんと日本語では案内までしてくれます。しばらくお待ちください。これはまずお釣りが出てきます。お釣りとそれから2つ出てきたチップ、これね、これが地下鉄に乗るための IC 切符みたいなものです。1回で使い捨て、探偵ピアオと書いてあります。まあちょっと読み方が分かりませんが、ピーッと押すとこれ改札開くんですね。まあ、ちょっとね、開くまでには日本の自動改札機ほど早くはありませんでしたが、まあそんなには待ちませんでした。で、台北101、セボー、多分世界貿易センター、ワールドトレードセンターのことをセボーって略するんでしょう。台北101ってもともとそういう商業ビルですからね。そこ行きの地下鉄がこれです。これは日本でもともと使っていたというか、日本で作ったものです。川崎重工の製造だったかな。ニューヨーク地下鉄にもこういうやつありますね。だからね、もうニューヨーク地下鉄にそっくりでしたよ。台湾の地下鉄行けば、大体ニューヨークの、サブウェイ、あれも疑似体験することができます。混沌とした感じまでは疑似体験できないですが、車両は似ていると思います。これですぐでしたね。ワールドトレードセンターの駅に着いたら、こういう穴にこう入れるとですね、そうすると今度は開くと。降りるときは回収なんですね。タイの MRT もね、こんな感じの構造でしたよ。で、これからそのまま地下から直結してますので、台北101へ。下に行って上を見渡しますと、形がね、こんな感じ、デコボコしてるんで、一番上まではちょっと見渡しがたいんですけどね。
これがなんか台北101の特徴で、こういう形がなんか縁起がいいそうです。タケノコみたいな形をしてますよね。確かそれをイメージしたものだったかと思います。でこれからこれに登るわけですけども、入り口のところに、ね、なんかあったら、そうそうそう、あのちゃんとカタカナまで書いてあった、ディンタイファンかな。ディンタイファンというのは多分これがあの台湾の名物の小籠包を売っているところでして、結構ね日本人からも人気らしい。みんななんか台湾に行ったらあそこで食事するそうですね。そう教わったんですが、まあ私はしませんでした。これ台北101の下のところですけど、日本語にすると色々書いてあるんです。エレベーター待ち時間30〜40分、長いな、まあ、しかし待つことにしました。これね、なんかすごい1万円かなんかすごい金額払えば、うん、全然もう待たないで入ることもできるんですけど、まあこれは別に待ってもいいだろうと思ってね、これであの切符買いまして、入台湾ドル600元ですから、まあ大体2200円とかそれぐらいかなと思います。でこの切符の番号とですね、お呼び出し番号がかぶってて、この番号が出たらばエレベーターに向かうわけですね。で私の番号はと見ますと17598、それから17599だったんですが、これですね、これがね上のお呼び出し番号を確認するとね、結構こうギリギリのところだったんですよ。だからタイミングが良かった。まあ後でまたご覧に入れます。それからね、台湾名物ということであのサンゴをこういう風に売ってましたけどね、赤いサンゴの飾り、よく見ますと鑑別所、本製品は当組合の使用した宝石サンゴ原料原材料を使用して、住所は高知県高知市とかなんか書いてある、これ日本のやつじゃないかと。あの結構ね、日本ではあのこういうサンゴのものっていうのはいっぱい取れるんで、どっちかっていうとあのこの間に日本一周の旅行なんかでもご紹介しましたけど、あの高知の方がねサンゴっていうのはあの盛んなんですね。でそこであの取れたものをあの最後も台湾の名物かのように売ってるんですが、まあ、実際台湾の名物であることではあるようです。であのまあこういうふうにね正規でちゃんとあの輸入してくれたんだったら何でもとにかくいいことですよ。日本から買ってくれたんだから。日本から結構中国とかの、ね、あの漁船みたいなのが密漁して勝手に取ってっちゃうなんて話も聞きます。すごい高いんですよあのサンゴね。こんなことやってる間にエレベーターの時間になりましたが、この待ち時間はねやっぱり長かった。すごい長かった。世界最快速電停って書いてあります。2015年まで11年にわたって世界一速いエレベーターだったんでした。ちなみに日本で一番速いエレベーターが横浜ランドマークタワーにある、毎分 750m なんですが、台北101はね毎分 1010m という、これは速い、かなり速いですよ。だって速さ3割増しみたいな感じでしょ。ものすごいスピードで上まで運んでくれましたが、まあ、このレベルで速くないと確かにどうしてもあのお客さんが溜まっちゃうんでしょうね。ちなみにこのエレベーター、我が国の三菱が開発をしたものです。着きました。これが台北101、101階建てだから101だったのかなと思う。確かそうだったような気がするに違ったかな、違うかもしれないな。世界最大風打2球、なんか書いて、風速打球2球、スーパービッグウィンドダンパーと書いてあります。あのね、風からこのビルを守るための仕組みなんですが、世界最大のウィンドダゾバーゾーンこれね、日本語って難しいんだなってことがよくわかります。もともとはね、中国から教わった漢字、それを元に改造したやつなんですけどね、カタカナって難しいんですね。これがウィンドダンパー、これ何かと言いますと、このように高いビルになりますと、台湾なんかもうしょっちゅうね台風なんかも来ますので、あの地震だけではなくて風対策が重要らしいんですね。でその風がビュービュー吹いた時に、ね、これがですね重心の役目をしてくれて、まあ、これスライスした薄い板がいっぱいつなげられていて、でビルが揺れる時にですね、これもザザザザーとこう揺れて、でそしてビルの揺れを吸収してくれるらしいんですが、もうこういう仕掛け、それを展示してくれています。でそれからこれ壺なんですけど、結構高いこういうね壺とかね、サンゴの宝飾品みたいなのがね普通に直で置いてあって値札貼ったんですよ。要は売り物なんですよね。だから触るなって書いてあるんですけど、怖いですよね。うっかり触って割っちゃったら買えってことなのかな。実はそういう商法なのではないかという気もします。で、90階まで来たんですけども、歩いて91階に登ると、これ下の方まで全部オフィスビルになってるんですが、91階の方がですね、外に出られるエンパイアステートビル的な展望台になっております。でそこからこの階段の下の方を覗いたらすごいんじゃないかなと思って覗いてズームアップしてみたんですけど、本当にすごかった。これもしかしてすごい、もうここから下80フロア分ぐらいずっとこんななんですかね。ずっとこの階段が、まあ、非常階段で必要ですからあるでしょうけど、うわー、この真下までね。これが台北101で一番の眺めだったかもしれない。もう目がくらみますよ。ぜひ見てもらいたいと思います。さて、ともかくこれが台湾の夜景、なかなか立派でしたね。
台北101の中から見るとまだ穴か焼けがあるなって感じなんですが、この外のところまで出てきてみると、まあ、台湾も立派になったんだなとよくわかります。まあ、もともと私は台湾に来たのはこれが初めてだったわけですが、もともとはねやっぱり日本の、統治を受けていたところで、その後戦争終わってから、中国国民党がここへやってきて、そしておそらくもともとは田舎だったんだと思われるそういう場所をですね一生懸命開発して、そしてこんなに立派な大都市になりました。あそこで輝いているのはもともと日本が建設をしました台湾総統府で、失礼、台湾総督府、それを現在も台湾の政府として使ってるんですね。台湾総統府、ありがたいことです。下の町も大変統一的で、もうこの町並みは随分中国感がありますけれど、しかし間の縦横の道が全部ね明るい車とか、まあ、照明とかでピカーっとしててすごいですね。ここから見た景色がまるで放射状にこうあちこちでこう伸びて、この道がですね台湾の力を誇示しているようにも見えました。これまた一番上の仕掛けのところ、多分あとまだ10階建て分ぐらいフロアがあるんでしょうね。 VIP エリアとかそんなのも書いてあって、すごい特別な人だけが入れるのかもしれません。でこれは1個下の90階なんですが、そこにあったこういうソファーのところでね、しばらくお茶などを飲むことができる場所がありました。1杯確か700円ぐらいだったかな、結構高いですけども、まあ日本だったらもっと値段取るでしょうからね。スカイツリーのまあ食事と同じぐらいかな、うん、まあまあまあ別にそれぐらいならいいかなと思います。下の方、こっからも見ながら、確かパイナップルティーみたいなの買いました。そう、これですね。ここね、ちょっとね、汚かったんですよ。もうこういういい雰囲気のところなんですけど、私が自分で置いてあったゴミとかね、食べ散らかしたやつとかを自分で片付けて、それで動画撮ったんですけども、やっぱりどうしても、まだそういうところは衛生観念みたいな、日本とちょっと違うのかなと思いました。なんかこのパイナップルのお茶とかは美味しかったんで、ずっと並んだりね、上の方で立ちまくったりして疲れたんで、じゃあ帰りのエレベーターを降りる前にちょっとお茶でも飲んで一服していこうということになったわけです。で、それからこれは翌日です。今ですね、電車に乗って、台北車中と書いてある、台北メインステーションって書いてあるんですが、その台北駅まで今列車で向かっているところです。修正記念堂とかね、台北病院とか台大病院が書いてありますが、結構重要な施設が集中している中央エリアだったようですね。残念ながらこの台北駅からはそんなに時間がなく、すぐに空港に行かなければならなかったので、大急ぎで、もう新幹線の乗り換え時間 3,4 分しかなかったんですけどね、これでいいよないいよなってよくわかんないけど、とりあえずもうそのまま中国語の画面の方が直感的に理解できるんで、これでよし、これでクレジットカードだ、一生懸命券売機を操作してちゃんと正しく買うことができました。これが台湾の新幹線です。台湾の南部の方までずっと走っていってくれるんですが、まあ、しかし今回は本当のわずかな距離、桃園の駅までちょっと乗っただけでした。新幹線は700系と同じ、この間東海道新幹線から700系の定期運用がなくなりました。時期に700系新幹線は引退することになりますが、しかし台湾では引き続き乗ることができます。ちょっとまだ交通チャンネルの方の準備ができてないんでね、出すのはもうしばらく先になると思いますが、まあ、しかしぜひまた出ますんで、それも見ていただければと思います。日本の新幹線と本当に同じ形してますよね。でそこからね、桃園って書いて桃園駅ですけども、桃園駅で降りたらば地下鉄にまた乗り換えまして、少し行くと空港に到着します。行きはバスで行ったんですけどね、これ、ちょっと出入り口の外に出て変えますかって聞いたんですが、一回ね改札入った後にしばらく地下鉄が来なかったんで、すいませんけどちょっとパンとか買ってきたいんですがいいですかねみたいな、偽中国語を書いて筆談したわけですけど、改札の人をね通じまして、一回ねスイカみたいなやつの入場を取り消してくれたんですよ。でパン買ってからもう一回乗ることができました。いや良かったですね。やっぱ中国はね偽中国語を書くと会話ができるんで、それすごい助かる。やっぱ同じ文字を使ってる文化圏っていうのは親近感が湧きますよね。これはもう見てわかる通り、台湾の桃園空港の地下で売っておりましたタピオカミルクティーです。一杯でね200円でしたよ。日本だと500円ぐらい取りますからね、全然違う。それでいて日本よりも美味しかったですね。なんか台湾のミルクティー5時間待ちとかになってるところあるんですよね。待ち時間だけで言ったらね、もう渋谷の下手に並んでるところ行くぐらいだったら、そのまんま羽田空港まで行って飛行機に乗って台北桃園空港でお茶飲んでた方が早いっていうのはなかなか面白い状況が起こってますが、いや台湾ね全般的に良かったですよ。今回はもう結局ただのお試しなんで、そんなに台湾の観光とかできず、ちょっとねこうどんなところかなって見て回るぐらいでしたけれど、これ空港の中のお食事ですが、スープだけはねなんか謎の香りがしてちょっとあんまり口に合わなかったんですけども、こういうなんていうの、揚げ鶏みたいな定食を食べましたね。揚げ鶏定食美味しかったですね。いや全部良かった。台湾は初めての海外旅行の行き先として、まあいろんなねところ憧れがあると思うんですよ。何を求めるかっていうのはあるけれど、手軽な海外旅行したいんだったらね台湾はいいと思います。日本と変わらんもんね。
帰りの飛行機はバニラエア国際線です。残念ながらもう廃止されてしまいました。今バニラエアで帰ることはできません。しかし台湾方面には、まあ、JAL だの全日空だのチャイナエアラインなども出ていますし、もっと安い航空会社もまだまだ LCC ピーチアビエーションなどたくさんあります。それ十分な距離だしね。桃園空港の、なんていうの、駐機場のところ、本日で亡くなるバニラエアの会社の方たちがこちら一生懸命手を振っておられました。この帰りのバニラエアの飛行機の様子についてはすでに交通チャンネルの方に出してありますので、ぜひご覧になってみてください。こんな感じ、車内じゃない、機内でもね、機長さんからの丁寧な肉声放送などありがたいおもてなしがたくさんあったのでした。最後に食べたのは機内販売のバニラアイスクリーム、なくなるバニラエア。私も北海道に行くときに何度か使いましたが、大変お世話になりまして、最後しみじみとしたものです。この後は福岡に行ってですね、九州を回った後寝台特急サンライズで東京まで帰ったんですが、まあ、そこまで全部含めると長いので、とりあえずここまでにさせていただきたいと思います。ではどうもありがとうございました。